三州は説によると弘法大師さんが中国から持って帰ったと、そういう花として話に薬として、はい、ほんで昔っていうか戦後までは花よりも実を薬種として取ってましたわ。切り花としても出荷、実から逆に花に変わって、ほんで花男種いう大きめのね品種に変わっていったいうのも変わってきてはおります。除草だけ、ほんでこれもある程度年に 1,2 回草刈りする程度で十分です。正月明けから出荷になります。ほんで最近は12月の末から温室入れて、それから1月のもう初めから出荷、約3月まで、順次出荷をしております。はい、一番多いのはやっぱり1月ですか。はい、花付きのいいもんで、主には花で、これ早春から、出荷はやってます。主に生け花っていうんですか、昔から の生け花の方が量は多いと思います。ただ最近はアレンジとかに使う場合、どうしてもねちょっと綺麗に筋の通ったもんは、そういう生け花、それから花付きが欧州で筋が通ってなくても花がたくさんついてるもんについてはアレンジとか、そういうような感じで出荷はやってますし、逆に市場によってそれを振り分けしているというのが現状ですね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。収穫が、お正月前で12月やからね、収穫終わってからはしばらくないよね、何も。ちょっと肥料やるぐらいやって、ほんでちょっと芽出た頃に害虫に虫にねやられんように、芽出た頃月に1回ないし2回ぐらいは消毒してますね。4月ぐらいから毎月やな、毎月寒冷舎火に焼けらんようにするのは7月ぐらいに寒冷舎して、ちょっと汚れてるなと思ったらみんなきれいに拭いてね、ほとんど分別や ね、 分別ね、一番きれいなものとちょっと悪いの厳しいですか。そうなんですよ、基準がねあれなので、より分けにすっごい時間がかかります。熊田さんは周りに白いところが入るんですけど、その部分が標高のが高い分、朝と昼 の、 その気温差が大きいので、風がうちは比較的きれいに入っていると思います。はい、で日照市ののは昔からみんなきれいにできてるっていうことは聞いてます。いいものを自分で出してきたもんやから、やっぱりそれは守りたいよね、信用やからね。で最近は何ですか、プラスチックで作ったそういうのを代替に使ってはる、お正月前ねよく見るんですけど、やっぱりね私も見たんですけど、やっぱり違います、本物とは。だからやっぱり本物使ってほしいなって、お正月ぐらいはそういう思いはあります。はい。